ではヤマハファクトリーレーシングチームから長須賀克行選手、アレックス・ローズ選手、マイケル・ファンデル・マーク選手です。皆さん拍手でお迎えください。拍手でお迎えください。どうぞ皆さんもっと前の方にどんどんやっていただきましょう。もう熱い感じですけどもね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ここからもまた宮城さん、いろいろ話聞いてください。お願いしましょう。それではさあ、長須賀選手、はい、いらっしゃいませ。やってきましたね。そうですね、はい、やってきました。まあ、たくさんのファンがお集まりいただいてますので、まずは一言ずつメッセージ頂戴したいと思います。長須賀選手からお願いします。はい、ヤマハファクトリーレーシングチームの長須賀克行です。今年も熱い8体やってきました。皆さんの応援を借りてですね、精一杯頑張りたいと思いますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。素晴らしい、応援しましょう。それではアレックス・ローズ選手、一言メッセージを頂戴したいと思います。Thank you very much for supporting Yamaha. We are really looking forward to the race. We will try to win again. 皆さん、ヤマハの応援ありがとうございます。一生懸命頑張ってもう一回勝ちたいと思います。素晴らしい。何度勝ってくれてもいいよ。何度でも。はい、それではマイケル・ファンデル・マーク選手お願いします。Hi everyone. Really happy to be back here for my fifth time, and looking forward to the race. We have a really strong team, and I hope you all support us.まずここに戻ってこられて嬉しいと思います。で、ヤマハというチーム、すごく強いチームに入れたので、またいい結果を出したいと思ってます。頑張ります。はい、ありがとうございます。素晴らしいね、いいメンバーが集まった。そうですね。中須賀選手、はい、いいでしたね。いやもう、今年はね、3人とも R1 を知ってるんでね。だって、日頃から乗ってるメンバーじゃないですか。そうです、だから非常に心強いですし、また本当にいいパフォーマンスを発揮できるんではないかなと、期待してますね。いやなんかね、このメンバー今ね、中須賀選手目の前にしたら僕ゾクゾクしてきた。本当ですか。いやレースファンとしてはゾクゾクするよ。だってしかもね、3人とも8体優勝経験者だよ。そうだから、これが何よりの強みですよね。これすごくないですか、はい、このメンバーなかなか集まらないね。ですよね。まあ今ね、今シーズンこう2017年という年を振り返ってみるとね、もうすでにこのヤマハの R1 というのはですね、これ発表されてもう3年目だっけ、3年目のシーズンになったかな。そう、3年目になります。ですよね、はい、そういう意味で言うとライバル勢が新機種導入する中で、まあ中須賀選手とともにね、この熟成すぎたマシンだと思うんですけども、仕上がり具合はどうですか。まあ仕上がりはご存知の通り、もう3年目を迎えて、ここ鈴鹿8体ではね、2連勝してますし、そのデータをもとに今回、3人がしっかり走り込みができてるんで、そういった意味でも安定感はありますし、決勝に向けては非常にいい手応えを感じてますけどね。なるほど。はい、今年の全日本の取り組みもありますけれども、全日本はほらレギュレーションが変わって17インチなんていう話になってますけれども、それとは別に8体ではこの 16.5 を選んでチャレンジですよね。まあそこはね、やっぱり実績のある、やっぱ優勝だもんね。まあそう、まずは優勝を目指してですから、やっぱ実績のあるものを使って、決して17インチが悪いわけでもないし、今年は 16.5 を選んで、実績のあるものを使ってということで、その記録にチャレンジするべくそれを選びましたね。なるほど、はい、なるほど。さあアレックス・ローズ選手にもお伺いしましょう。昨年も優勝しました。そしてまた1年ぶりのこの鈴鹿ですけども、どうですかこの公式、練習そして予選含めて出来高、仕上がりのフィーリングは。Yeah, I feel really good with the bike. The bike is working really well. We have a very good setting. So last year was a really good emotion for me. I enjoyed the race a lot. So for this reason, I'm very happy to be back. I'm really looking forward to the race and trying to win with these two teammates. 去年もすごくいい状態で優勝できたんですけど、今年はさらにバイクも熟成しているし、チームメイト2人もすごくいいライダーなんで、強いライダーなので、今年ももちろん勝ちに行くために、ね、ここに戻ってきました。頑張っていきます。なるほど、なるほど、楽しみです。そしたらマイケル・ファンデル・マーク選手にもお伺いしましょう。今年、まあ日頃はそのワールドスーパーバイクでもこのヤマハのですね、R1 を乗って戦っているわけなんですけども、この鈴鹿に来てファクトリーチームとジョイントしました。このファクトリーレーシングチームはいかがですか。
Yeah, it's an amazing team, and also the bike is working really well. The first time I came here in Suzuka, we were fast, and we almost didn't change anything on the bike. So we have a really, really strong bike, strong team. So yeah, there's a good opportunity. We can fight for the win. ここに戻ってこられた、特にヤマハのファクトリーチームというところに戻ってこられたのがすごく嬉しく思っています。もうバイクもすごくいいし、チームのスタッフもバイクに関してすごくよくやってくれて、もう火のつけどころがないようなチームなので、またもう一回勝つためにやりたいと思って頑張りたいと思います。マイケル・ファンデルマーク選手にお伺いしたいんですけども、まあ、世界を戦っているライダーから見て、この我々の日本を代表する中須賀さんというライダーはどんな感じでしょうか。Very fast. ただのおじさんだって言われて、ただのおじさん。Too fast. 早すぎるから。でも実際どうですか、このヤマハのマシンをね、まあ、熟知しているこの中須賀選手とこう一緒に仕事をすることによって、マイケル・ファンデルマーク選手にね、聞いてほしいんですけれども、まあ、いろんな得ることが多いでしょうか。Yeah, I enjoy a lot. Of course, I also did the Auto Police race, and you know, we work together really well. But you know, this bike is baby, and it's really fast. And every time I go on the bike, I feel really good. ヤマハのバイクすごく良くて、で中須賀さんと一緒に仕事したこの間オートポリスに同じレースに行って、いろいろ学んでバイクのことも教えてもらってすごく勉強になって、ヤマハのバイクすごくいいので、なんかいろいろ経験になりました。中須賀さん、こうやって言ってるじゃないですか、うん、で普通になんかこう写真撮影とかあるとするじゃないですか、はい、めっちゃちょっかいかけてくる人は髪の毛引っ張ったり絶対そんな風に思ってないと思うんですよねね、中澤さん、今マイケル・ファンデルマーク選手からお話が出たね、全日本選手権のオートポリス、はい、まあ、通常なかなかほら全日本の普通のシリーズにね、やっぱりその8体の選手がなかなか出る、要するに世界の戦の選手が出るってことないんだけども、それはどういう、こう目的でチャレンジしていったんですか。それは、まあ、目的としてはもう8体に参戦するって決まってたんで、はい、でまずはその自分らが乗る R1 のことを知ってもらうため、ファクトリーの R1 っていうことですね。で基本自分らのチームのスタンスとしては、うん、自分のポジション、自分のセッティングで乗ってもらうっていうのがスタンスだったんで、自分というのは中須賀選手ということですね。自分の、うんうん、あのポジションだったり、はいはい、でそれで、まあ、まずは慣れてもらうため、うん、でもどうしても、うん、あマイケルはすごい背が高くて、はいはい、で手足が非常に長いんですよ、うんうん、なんで自分のポジションはどうしてもちょっと狭くてですね、うんうん、だそこは自分が歩み寄ってハンドルを少し広くした、うんうん、でもそれだけなんで、うん、だからやっぱりそうやって順応する能力も高いですし、この2人はね、うんうん、だそういった意味でも僕は気持ちよく走らせてもらってますけどね。なるほどね、すごいな。中須賀選手のポジションに他のライダーを基本的に合わせてもらう方がいいわけだ。なるほどね。ステップの高さ、前後位置、ペダルの角度、ハンドル幅、垂れ角、レバーの高さ、全部ありますもんね、動作もあるもんね。全部そのままでほぼ乗ってもらってるんで、うんうん、だからこの2人がいかにレベルが高いかも分かりますし、いいこと言うね。そういった意味でも自分はこう安心して、うん、あの彼らにも任せられるというか、だからもし、うん、彼らの好きなポジションにすると、うん、もっと早く僕は走れると思うんですよ。彼らはね、はい、もっとね、はい、うんうん、だそこをこう我慢してもらっていいレベルで走ってもらってる、うんうん、これがいかに難しいことだかことっていうのを僕は分かってますし、うん、だそういった意味でも彼らをリスペクトしてる、うん、なんでやっぱこの信頼関係非常に大事になってくるんで、うん、まあ、今週は間違いなくいけるんではないかなと思ってますけどね。素晴らしいね。だってね、これだけチームメイトのライダーのことをちゃんとリスペクトして、はい、でちゃんとだって3人ともだって平均的にタイム早いじゃないですか。しっかりと出してきてるじゃないですか。それはやっぱり強みですよね。でも中須賀選手、それを強みを作ってきたね。ちゃんと強く走れるように、まあ自分が気持ちよく走れるように作ってきただけですけどね。はい、ね、
アレックス・ローズ選手にお伺いしましょう。今ね、その中菅さんがね、いやいやポジションをね譲ってくれてね、ちゃんと乗ってくれてるってすごくね、あなたたちのことをねリスペクトしてくれてます。すごくこう気持ちがいいですよね。Yeah, of course, I have a lot of respect for Nakasuga-san, also for the Yamaha Factory Racing team, because when I come to Suzuka for the test and the race, I learn many things. It's like going back to school. So I learn a lot from Nakasuga. I have a lot of respect for him, and honestly, he helping me a lot with my riding, so I'm very happy for this.中菅さんはリスペクトしてくれてるなんて言ってるけど、ヤマハのチームファクトリーチームで走らせてもらってすごく勉強になってるし、中菅さんからもいろいろ教えてもらってものすごく覚えることがいっぱい、まるで若い頃に学校に行ってるかのような感じになそれぐらいいろんなことを教えてもらってすごく自分のためになってるので、むしろ僕が中菅選手とヤマハファクトリーチームをリスペクトしています。これ気持ちいいね。ラボだと信頼関係がね、絶対力に変わってるんだと思うな。マイケル・ファンデルマーク選手、まあ先輩たちのコメントも素晴らしいですけど、今回そのヤマハとジョイントできたことは素晴らしいことですね。Yeah, yeah, I'm really happy to be here for the Yamaha Factory team andshow that we have an amazing bike, because we almost didn't change anything on the bike and we have a similar pace, and it's always you always have to find out if the three riders can ride the same bike, and we three can do the same pace, so this shows how good the team and how good the setup is. Yamaha Factory team にも入ってそして、走れることがすごく嬉しく思います。で、3人ともセッティングとかに関してはもう中菅さんのセッティングで乗ってるんですけど、それでも3人とも同じようなタイムで高いアベレージで走れてるのがすごく強みだと思ってます。で、チームとしての総合力もあるし、これでいい結果を出せるんだと思ってます。これマイケル・ファンデルマーク選手としてはね、これ何としてでも優勝を手に入れたいと思ってるんじゃないですか。I come here every year to win, and I hope this year we can do it. We have a strong team, and we'll be the first team to make a hat-trick. So this is our goal, and I had two really good years here at Suzuka, two really bad years, so hopefully this year will be a good one again. で、特に今年は3人ともすごく、ね、いいライダーだし、チームもいいし、今まで2年、いい結果もあれば悪い結果もあったんだけど、今年はすごくいいところで走れるので、いい結果になると思ってます。中坂さん、はい、いいメンバーが集まりました。そうですね、はい。この後、午後トップ10トライアルもありますけども、はい、どんな塩梅でいきましょう。まあ、そうですね、もう去年はね、まあ、スーパーポールは常にね、うん、プッシュして狙ってはいるんですけどね、うんうん、まあ、なかなか形にならなくて、うん、まあ、今年は過去2年、去年はオートリーだったんですね、一番最後の出走で、もうポールが先に早いタイム出してたんで、はいはい、でチームとしては別に行こうが行く前が、自分ののみのコントロールだったんですけど、自分との戦いっていうか、自分としてどうしようかなってことだよね。そうですね、うんうん、で今年はその役をアレックスがやってくれるんで、はいはい、僕は先に自由に、そういう意味で言うとノープレッシャーノープレッシャーで自由に走りたいなっていうふうに思ってますけど、ね、確かに去年はそういう意味ではすごい重圧があった1ラップかもしれないね。だからもう全ては彼に任せます。じゃあそんな作戦でいくわけね。ねえ、でもね、多分ね、ここに今日今ね、こうやって足を止めてくださってるファンの皆さんはね、やっぱりファクトリーヤマハの3連覇を見たいと思ってると思うよ。そうですよね。これなかなかないからね、なかなかない。しかも5タイムチャンピオン、通算7度のチャンピオン、全日本チャンピオンを取るこの中菅選手のね、やっぱりこの8体で3回連続優勝なんてね、なかなかこんなのこの後もないもん、起きない。それを見たいと思ってますよ、中菅選手。
見たいよ。ほら見たいですよね。いや俺も見てみたいですよ。それは一番思ってますよ。見てみたいって表情が、ね、一番高いところで見える。いやいや本当ね、だから、まあ、それを達成すべくね、まあブリヂストンとともにね、はい、8時間一緒に戦って、はい、でファンの皆さんと一緒に戦ってね、うん、最後は皆さんと一緒に喜びたいなと思ってるんで、ね、まあぜひ最後まで応援してください。よろしくお願いします。はい、ね、もうだって今日で一番皆さんファンの方集まっていただいたと思うんで、そうですよ、そうですよ、ね、じゃあたくさん来ていただいてるので最後にそろそろお時間もありますので皆さんからお一言ずついただきましょうか。宮城さんどなたから言いますか。はい、これも今ので終わったつもりだ。いやもう一回あります。何度でも聞きたいのよ。だから最後にじゃあね、この後のね午後に向けてのじゃあメッセージ頂戴しようかな。あそうですね、はい、午後は自分が去年達成できなかったポールを、まあ、あとはタイムもね今までポール選手が2分6秒000なんで、まあ、そこを超えるべくねこの暑い中、はい、プッシュして一生懸命走りたいなと思います。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。中村選手でした。それではアルクス・ローズ選手お願いします。 Yeah, please give all your support to us because we're going to try so hard to have three wins for Yamaha and I do my best so Nakasuga-san can have three consecutive wins. So thank you very much. ありがとう。Yamaha の3年連続優勝、そして中須賀選手の3年連続優勝に向けて皆さんの応援を待ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。アレックス・ローズ選手もお願いしました。それではファンデル・マーク選手お願いします。 Yeah, we have an amazing team, amazing bike, really, really good riders, so you know, we have a strong team and we will do our best to make a third win in a row and I hope you all support us. 強いチーム、強いバイク、そして強いチームメイトに恵まれて、もうプッシュし続ければ最終的にいい結果になるんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。マーク選手もお願いします。いや、この後楽しみですけれども、では最後にですね、改めて皆さんご紹介させていただきたいと思います。ヤマハファクトリーレーシングチームから中須賀克行選手、そしてアレックス・ローズ選手、そしてマイケル・ファンデル・マーク選手でした。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。